マルトノマダキは、アメリカ合衆国オレゴン州にある滝。コロンビア側峡国のオレゴン州側で、トラウトデールの東、コーベットとダドソンの中間で、コロンビア側歴史旧街道沿いに位置する。幕府は、落差165メートルの上部と21メートルの下部の2段に分かれ、間には3メートルのなだらかな滝があり、マルトノマダキは、慣習的にその全体をもって189メートルの、 落差とされている。オレゴン州における最も高い滝である。マルトノマクリーク橋、ベンソン歩道橋が設置される前のマルトノマ滝を撮影したカラー化写真。水源は年間を通してラーチ山からの湧き水である。春には山の雪解が溶けることによる出水。その他の季節には雨水によって滝の水量が増している。階段状の滝の32メートル上には14。 メートルのベンソン歩道橋がかかっており、観光客は散策道をたどって橋まで行くことができる。散策道は上滝の頂上にあるラアーチ山、展望台まで続いている。展望台では、コロンビア峡谷を一望できるほか、上滝のさらに上流にあり、マルトの間滝木の下にいては見ることができない、小さな階段滝、リートルマルトの間を見ることができる。歩道橋の名称は、 1914年に同郷を建てたサイモン・ベンソンの中から取られている。ほどなくしてベンソンは、マルトノマ滝及び、近郊のワーキーナ滝のほぼ全域を含む土地を、ポートランドに譲った。オレゴン・ワシントン鉄道線会社は、マルトノマ滝の滝つ周辺の土地を、ロッジを建設することを同意するという条件のもと、ポートランドに譲った。数年後、ポートランド市は、 マイアーフランク・ビルディングの設計。1981年4月22日から、道路地は国家歴史登録財の登録を受けている。コロンビア共国沿いにある他の滝とは、対照的に、マルトの間だけには、週刊高速道路84号線から到達、可能である。週刊高速道路84号線で東西から来訪する観光客は、レストエリアに車を停車し、 高速道路とユニオンパシフィック鉄道の下を潜るトンネルを抜けることで滝まで行くことができる。マルトノマ・フォールズ・ロッジ。1915年に建造され、1981年に国家歴史登録財に登録された。アメリカ合衆国森林局が管理する。現地のアメリカ先住民の間には滝の起源に関する伝説がある。伝説によれば、 父の病により死の危機にさらされた部族があった。主張の娘は断崖の頂上に登り部族出身に祈り、伝染病の蔓延を食い止める方法を求めた。娘は自らを犠牲にしがけから身を投げれば蔓延は止まると言われた。そして神の言う通り、娘は崖から身を投げて死んだ。翌日、主張は娘の死体を崖の底で見つけた。 主張は激しく追いつし、娘の犠牲が無駄でなかったのなら何かサインを送れと、部族主審に叫んだ。その瞬間、断崖の頂上から水が落下し、マルトの間だけが形成された。伝説は、条件さえ良ければ、幕府の中に、娘の顔を見ることができるとも伝えている。ありがとうございます。